あ、どうも、この週からです。今回ですけども、逆マリオ2、時系列に狂いはない、確実にゴールしてしまうぞ。クリア率 100% の。すげえな、これ。前にね、一回あったんですよ。あったな。まあ、それを俺はもうクリアしせずにね。逆マリオ系。これはクリアしてしまうと。書かれてるんでね。まあ、逆にクリアせんといたろうかなっていう。確実にゴール。逆マリオ。時系列に狂いはない。20秒しかないで。耐えたら終わりじゃん。うわ、やばいやばい、近づいてきた。うわぁ、せっこいせっこいせっこい。これ無理やろ、これ無理やん。あ、これは無理やな。え、でもなんかタイミング、あ、無理やんか。無理や、だって石が。え、でもなんであれ石、あれな、最後ずれたからじゃない。え、最後あの、なんなん、あの音符があったけど。いや、まだいけるかもしれん、もう一回いけるな。え、出して可能性ある。20秒やから、あそこ抜けれたらな、若干。いや、あるで、あるで、ほんまあるで。一発逆転一発逆転見したら俺の一発逆転クリア率 100% やもん。あ、これ上関係ないねんな。逆回転見したら俺の逆回転。もう今回で分かるやろ、もういけるかいけへんか。あ、そうか。いや、あかんやそうか、降りるんかい。え、これいっちゃんあれか、上乗ってももうゴールしてまうか。でもなんか最後ずれてない、なんか石が何もなってないのに。だからあそこの間とかで逃げ切ったらいけるんじゃない。あ、ちゃうやん、あの無理や。音符のところだけ短いんやって。あ、じゃあそこその線路が、ああ、じゃあ無理な、これ結局。おおおお、え、おお、いけるじゃんこれで。ああ、あそこ手を立っと、うわ、そこ立っとったらいけとったんじゃん。さっきの感覚でもええか、なんかありえそうな気するな、いけそうな感じや。うん、ありえるぞこれ。そういうことか。そうそう、そういうこと、わかった。この一周、いや難しいなこれ。これ絶対ないで。とりあえず下げたいもんな。うん。見せたら俺が絶対下げたい。20秒やから立っとったらもう。勝てるぞ。そこだけや、今。タイムアップ。モチベーションにあるの。とりあえず下げたいと。おお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 クリア率を下げたいという。そっちなんや。来たかー。やばいやろ、これ。うん、俺、これ狙ったからね。やばいな。え、いける。よういったな、それ。えしゃ。突破や。さっきのあれ、上乗ったってこと。うん、上乗ったんだ。落ちてくるように後だよな。はははあクリアできませんでしたー変えとこ変えとこ。やったーこれよコメント。クリアできませんでした。残念、うん、残念悪いなぁ。あー、これ悔しいやろな。うん。もう絶対やろと思ったけど。うん。でも、あ、でもあのコメントなかんね、あの。でもえ、あそこ乗ってコメントできるよ、今思ったら。あ、そうやろ。確認して。え、でももうクリア率下がった時点であれなんじゃない。あ、でも一応あれか。俺がクリアしてんだら分からへんよ、でもそれは。あ、そうか。伝われへんよ。これ 100% なんだ、まだ。下がるやん、俺どうせ。下がると思うけどな、いつか。あれ？もう一回乗ってみろ、一回。すごいタイミングやったな、あれ。うん。あ、もうそれ、もうそういう感じだよな。うわぁ、やり直せ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 、もう無理や。うん。あれ、バイバイ、いった。はい、来たー。コメントしようかー。あ、これでできるんや。え、タイムアップの時にやったんちゃん、コメント。あ、無理なん。できんな。まあ、とりあえず。あ、どうかな。いや、できませんでした。うん。違うんですね。違う。違うんや。時系列に狂いはないの意味もあんまようわからへんし。この穴を回復っていく。これが俺。あそこの一つの希望家。一つの希望に突き進むから、突き進むから俺は。いやー、逆マリオス、破れたりやな。破れたり。やっぱ人間穴があるからやっぱり。逆なんかは、ほんまにな。逆マリオ。で。はぁ、できないよ、まあまあ。どっちにしたおっさんが何言ったんやろ、じゃあ俺。悪いなぁ。できなかったぜ、クリア。いやー、おもろいな。こういう系好きやで、俺。まあ、好きやな。うん、こういう系のやつな。マリピチョね。マリピチョゲームス。あれ、下がらへんぞ。なんでやん。クリアしたからけ、一回。いや、でも、どっちにしろミスったら。下がるやんな。うん。まあでもいいわ。まあ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 。まあ、証拠映像を残したら。うん、まあな。いやー、俺だからこれ今回2勝目やな。まあ2勝やな。絶対クリアできるシリーズ2勝目。まあ逆に言ったら絶対クリアできひんってやつで、一箇所どっか抜け道があって、それを見つけたら勝ちみたいなゲーム面白いかもな。ああ。ああ、そうやな。生きる方は一個だけあんねんみたいな。絶対無理にしよう思ったらできるやん。はい、はい。無理やな。うん。それはできるやな。うん。できるやろうから。まあ、今回みたいな抜け道がある方がおもろいかな。あ、抜け道あったな、あれは。あったな。いや、あそこは入れると思わなかった、俺も。やばいな、あれ、うん。でも、あそこ一個開けてあった、あるっていうのが多分あれだよな。ミスだ。うん。この人も多分、一応クリア方法残しといたろ、みたいな。うん。感じだったのな。はい、というわけで、とりあえず今回は。
絶対にクリアしてしまうコースをクリアせずにクリアするというね、前人未到の動き見せてね。まあまたこういうコースね、待ってますコメント欄でね。絶対これはクリアしてしまいます。面白いコースだな。まあもちろん理不尽なやつは無理ですけどね、うん、なんか一個だけクリアする方法を残しておいてほしいですね。うん、それを見つけたら俺の勝ちっていうことでね。そうやな、そういう勝負仕掛けてきてほしいなと思います。というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。